聞こえるでしょうか、私の声が。本当は怖いんです、今お話をするのが。だけど少しだけ話したいと思います。あなたが嬉しいと私も嬉しくなる。あなたが悲しいと私も悲しくなる。誰かが笑っているとき、どこかで誰かが笑っている。そんな世界で私たちは生きている。そんな世界は少しだけ寂しいかもしれないけど、私は歩いている。前へ前へ歩いている。時が止まればいいと思ったこともありました。その時間はとても幸せだったから、ずっと続けばいいと思ったから、傷つくのが怖かったから。だけど時間が止まることはない。私たちは流れる時の中で悲しいこともあるでしょう。足を止めることもなく傷つくこともあるでしょう。前へ進まないといけない。歩いていこうと思います。